ね、そのために石に、ね、番号を振ったのに白いあのテープ貼ったのが分かりますか、ね、A の何番、B の何番みたいな、ね、まあ、これは仮ですけども、そういうふうに貼って、でまた同じように、ね、あの組み直すんです。もうまさにレゴブロックですね。で大きい石の上にちっちゃい小石みたいなのを見て取れるとか分かりますか、コンって。あれもそのまま素材として使うんです。ね、橋自体が、ね、重要文化財なんですけども、ね、当然橋を構成している石も、ね、重要文化財、小石も重要文化財です、ね、この、ね、石は、ね、この先のところに、ね、保管しているところもあるので、近くまで来たら、ね、ご案内しますね。ちょっと、ね、時計橋食えないのは残念なんですけども、逆に、ね、こういうのも、ね、なかなかもう見て取れないので、ね、ちょっと、ね、右側、工事されている方がいます。これ貴重です、ね、江戸時代の地層ですね。今は工事されてね、玉石が入ってますよね、うん、これはもう多分もう二度と見れないです。埋め戻ししますのでね。でこれね、石造りの橋でどうして崩れないのかずっと謎だったんです。分からなかったんです。どうね、そしたらこれ、石の中ね、砂だったんです。砂で迷信してたんですね、まあ、あの当時のね、石造りの、ね、鉄鋼石草たちのね、知恵ですよね。すごいですね。